こんにちは、星徹子チャンネルです。鳥羽へ柿の食べ放題を食べに行こうと思います。それではお父ちゃん出発。カールロード、綺麗だ。ね、天気や。あー、ジェットスキーしてはる。これ柿やな、柿のイカだやな。まだまっすぐでいいな。もうまだまっすぐっていうか、ひたすらまっすぐやね。リアス式海岸やった島は。知らない、知らない。ここも美味しかった。でもここは今日はちょっと食べ放題行くからね。ここはもう終わりかな。終わりかもしれんよ。もう焼いたはらへんし。ここ美味しかった。生牡蠣と焼き牡蠣やな。最初の方に予約みたいな、何個食べますって予約して食べる感じやね。柿の国、裏村柿鳥羽市。ここの店も流行ってるわ。すごい。車いっぱいや。すごいわ。柿人気やな。もう柿をあれやからな、終わりやからな。もうお店によってちょっと事情は違うかもしれへんけど、私らが今から行くところは、4月の2日、今年は、春は4月の2日。11月からその4月の2日まで。本日の牡蠣の食べ放題は丸源水産さんです。消費税込みで大人1人3,000円、えらい人気や。牡蠣飯とお味噌汁と牡蠣フライが別についてで、蒸し牡蠣と焼き牡蠣が食べ放題で、調味料は持参してください。飲み物もまあないことはないね。持ち込み自由です。あ、すごい、めっちゃあるね。今から始まるで、お父ちゃん。ボールを持って、ボールを持って。焼き焼き。はい。お父ちゃん行って。はい。ありがとう。ありがとう。はい。いただきますよな。いただきます。乾杯。乾杯もしたっけ？はい、いいよ。おいしい。蒸しの方が甘いね。で、柿飯もついてる。柿飯はもう後にしよう。どこか入れるとこどこやったの？どうやって開けんやった？はい、これを横にしてもらった方がその方がいいと思う。はい、ほんまや。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと微妙な位置をずらしますね。はい、ごめんなさい。ちょっと荷物置きまくってるから。めっちゃ美味しいな。今あれ、味付けのやついいの？なんか、お腹がいっぱいになってきたから。
ちょっと変えない。ちょっと必要やん。なるほどな。今はもういらんな。まあ全然いらん。ちょっとさ、タルタルかけてみたかったりさ、するやん。受けられへんのって。え？あかんの？おかしい？あげた。これさ、パキって殻が大きいからって身が大きいとは限らんもんな。これ難しそう。見た。めちゃくちゃ綺麗かったよ。飲むことも忘れる。あやんか。ビデオもだよ。びっくりした。すごい綺麗なんですよ。
缶はここいいかな。ビールのものもいいんだけどな、うん、お腹空いてくるっていう難点があるよな。やっぱり美味しいかな。牛攻めで行く。そうやな、うまいわ。お父ちゃんはまた虫かごを取りに来ました。焼くより虫がお父ちゃんを取りに来ました。くっつけたら美味しい。どうだろう、味変や、味変マヨネーズぐるぐるっとしてたね。うん、美味しい。美味しいな、まだいいけど。行ってきて。パリハグ、もうそんな時間何分か80分前やろ。関西人ちゃうんか。何、関西人元取らなかったか。食べ放題でな、今に彼女いるのが関西人で、うん、欲しいもんだ、欲しいもんだけ食べて終わり。あ、そうなん。うん、絶対食べるよ。焼き肉は何とかでも時間まで、時間まで絶対合う。もうこれでラストだな。おお、食べまくりや。もうごちそうさん、俺、うん、味変は必要かもしれない。うん、まあ俺はいらんわ。美味しいわ、最後まで。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あー、食べた食べた。あとまだ5個ぐらいは食べれるかも。あんまり食いついたらな。嫌いになったらえらいことや、こんな美味しいのに。嫌いにはならん。どんだけ食べても柿は嫌いにはならん。どこもここも柿やな。柿柿柿。マルゲン水産さん、ありがとうございました。めっちゃ美味しかったな。美味しかった。蒸と焼き、お父ちゃんは蒸し、特に蒸しが美味しかった。美味しいよ、やっぱり蒸しの方がちょっと甘みあるよね、柿のね。なあ、もう最後蒸しばっかり食べてたな。蒸し柿ばっかり、だいぶ食べたね。お父ちゃんほとんど味変せずやね。美味しかった。で、かきご飯とかきフライとあのかきのお味噌汁も美味しかった。かきのお味噌汁のわかめしっかりして美味しかったね。うん、の4月の2日でこの冬の営業は終わりって言ってはったから、またあの次11月から始めるって言ってはったんで、また11月以降に行きたいね。この動画を見て行きたいなと思った方、ぜひ行ってみてください。本当に美味しい。ではお父ちゃん、家に帰るまで安全運転でよろしくお願いします。はい。ここらは柿小屋ばっかりやね。うわー、ここの山安水産さんももうすごい車や。ここもここは前来たな。ここは焼き柿の食べ放題やけど、あれやん、いろんな持ち込んでいいって言ってたもんね。だから家から別にウインナーとかも持ってきていいけど、せっかく柿小屋来てんのにな、ウインナーとか焼肉持ってきてる人おったよ。それもなぁと思うけど、いろいろこの時期は柿小屋が並んでます。にぎわってるね。